この人はなんか特別かも、なんか運命を感じる、そう思われたら高確率で落とすことができます。口説くのが一気にイージーモードになります。そして意図的にそう思い込ませることは可能です。詳しくは後で触れますが、人間の脳は思ってる以上にいい加減です。そのためちょっとしたテクニックで、この人は私にとって特別な存在である、運命の相手である、的な認知を作り出すことは可能なわけです。というわけで今回は、特別感、運命感を演出し恋愛対象として意識してしまう、気づいたら好きになってしまった、この人を逃しちゃダメだという状態を作ってしまうテクニックを紹介しちゃいます。それでは早速見ていきましょう。まず先ほど、人間の脳は思ってる以上にいい加減と述べましたが、これに関してバリンスらの偽の心拍の実験というものがあります。この実験では、被験者の男性にプレイボーイ誌に掲載された10枚の女性のセミヌード写真を見せます。で、それらの写真を見ている間の彼らの心拍がスピーカーを通じてフィードバックされました。しかし、このスピーカーから出る心拍の音は偽物で、10枚のうち5枚で心拍が上がる音をあらかじめ録音されたものというのがこの実験のためです。心拍が上がる音が出るタイミングは、被験者ごとにランダムに割り当てられました。結果として、被験者に写真の女性を評価してもらったところ、心拍が上がった音を聞かされた時の、自分がドキドキしていると勘違いしている時の写真の女性を高く評価し、心拍が下がった音を聞かされた時の、自分はドキドキしていないと勘違いしている時の写真の女性を低く評価しました。そして高く評価した女性に対しての理由を尋ねてみると、爽やかで素敵だから、可愛くてタイプだから高く評価したなど、それらしい理由をしっかり述べ、低く評価した女性に対してもそれらしい理由を述べました。つまり、実際の意思決定の理由は、被験者本人も気づいていない偽心拍音によるものであるにもかかわらず、本人たちはそれに気づいておらず、もっともらしい選択の理由を述べていた。要はその理由というのは後付けであり、自分の意思でその女性を選んだと完全に思い込んでいたというわけです。また別の実験でも、120人の被験者を対象に2人の人物の写真を見せて好きな方を選んでもらい、様々な写真のペアを見せながら何度も繰り返した後、途中で被験者が選んだ写真と選ばなかった写真を入れ替えるということを行いました。すると案の定、被験者は入れ替えられたことに気がつきませんでした。で、入れ替えた後で、こっちの人を選んだ理由は何ですかと尋ねると、自分が選んだ方ではないにもかかわらず笑顔が素敵だよね、赤いセーターが似合ってる、ショートカットがいいねなどと、選んでいないことに気づかないどころか、選んだ理由をスラスラと喋り出したんです。これだけ人間の脳はいい加減であり、しかも一度思い込んでしまえば、今度はその思い込みに合わせて脳が辻褄を合わせる理由を考えて、さらに思い込んでしまうわけです。とはいえ、ここまで見てきたものはあくまで実験内での手法であり、実際に現実で偽の心拍をバレずに聞かせたり、自分と別の男の写真を選ばせて入れ替えるわけにもいかない。というわけで、ここからは現実の世界で実際に使えるようにテクニックとして落とし込んでいきます。で、そもそも女の子は運命めいたものが好きです。少女漫画、ドラマ、映画など女性を抑えようとしているものは運命要素が盛り込まれていたりします。単なる偶然やバイアス、意図的に仕組まれたことであっても、運命という抽象的な概念として捉え、そこにときめきを見出したりしますよね。そして運命なるものは希少性が高いからこそ運命たるわけです。希少性が低く、よくあることだったら、それは運命ではなく日常になってしまうので。で、過去動画などでもよく言っていますが、人は希少性に飛びつく性質があります。なぜなら、希少性が高いということは、今すぐ手に入れなければチャンスを逃してしまうという心理や、希少性が高いということは価値が高いと思い込む心理に陥りやすくなるから。だからこそ、運命を感じてしまうとすぐに恋に落ちてしまうわけです。つまり、この運命めいたものを感じさせることができてしまえば、恋愛対象としては見てしまう、意識してしまう、恋に落ちてしまう。そして、この人は私にとって特別な存在である、運命の相手である、的な思い込みを作ってしまうことは可能です。で、そのためには3つの要素が必要になります。ということで、ここからその要素を1つずつ見ていきます。では早速、1つ目は類似性。人は自分と似ていたり、共通点が多い人に対して親近感を覚えたり、好意を寄せたり、言うことも聞きやすくなります。ご存知の方も多いかと思いますが、類似性の原理というやつです。特にこれは初期の関係が浅い段階や、ゼロをプラスにするときに有効です。要はまだお互いのことを知らなかったり、警戒が解けていなかったり、恋愛関係に入る前の距離がある段階に類似性が感じられると、自分と似ている、同じ仲間的なニュアンスで警戒が解けたり、距離が縮まったり、興味が湧いたりするというわけです。では類似性を示すためにはどうすればいいかというと、ポイント1つ目は、相手の情報を引き出すこと。仕事でもプライベートでも過去でも何でも、
相手の情報を引き出せば引き出すほど類似性の原理を発動させるための弾が増えていきます。かつ相手のことを聞くことは相手に興味を示すことにもなります。そして人は自分に興味を持ってくれる人に対して好意を抱きやすくなったり興味を持ちやすくなる性質があります。で、相手の情報を引き出せたらポイントを2つ目、類似アピールをしていく。相手から引き出した情報で自分と同じ部分や似ていることは類似ワードを使って伝えていきます。例えば俺もとか同じ、似てる、わかる、一緒、気が合う、共通点など。ただし同じでもないし分かりもしないのに類似ワードを言うんやと無理に同じアピールをすると嘘くささと媚び感が出るので、あからさまにはやらないように。このように類似性を感じさせることによってラポールを築いていくことができます。それでは2つ目、偶然性。先ほど単なる偶然やバイアス、意図的に仕組まれたことであっても運命という抽象的な概念として捉え、そこにときめきを見出したりしますよねと述べた通り、偶然性は運命的なものを感じる重要要素です。実際に偶然の位置によって人は好意を感じることも分かっています。これを明らかにしたのがマイアミ大学の心理学者スーザン・アベルの実験で、赤と青のボタンがついている装置を男女2人組にそれぞれ10回ずつランダムに押してもらい、揃って同じ色のボタンが押された回数をカウントするというものを行いました。ただしこの実験の肝は装置に細工がしてあり、本人たちが押したボタンとは関係なしに10回中8回一致したペアと10回中2回しか一致しないペアを意図的に作り出していました。で、次の調査に移るときに、また同じ相手とペアを組みたいかと質問し、ボタンの位置をとペアの相手への好感度を調べるというもの。その結果、10回中8回一致したペアは7割がイエスと答えたのに対し、10回中2回しか一致しなかったペアはイエスと答えた人数が5割台にとどまったんです。つまり偶然が重なるだけで人の行為に影響が与えられるというわけです。実際に異常に共通点が多くて偶然性が高い人とは一気に仲良くなったり、たまたま広告見て、たまたまお店に行ったらその商品が置いてあって、たまたまセールをやっていて、たまたま残り1点で運命感じてつい買ってしまったみたいなこともありますよね。それが運命でも偶然でもなく企業が緻密に仕組んだマーケティング戦略であったとしても、このように偶然性があると好意を感じたり、心理的に距離が縮まったり、行動を促されたりするわけです。では偶然性を演出するためにはどうすればいいかというと、先ほど類似性ワードを使ったように偶然性ワードを散らしていきます。例えばこんなに合うってすごい、奇跡、偶然、たまたま、なかなかいない、運命、珍しいなどなど。先ほど類似性について触れましたが、共通点や似ている部分がめちゃくちゃ多くなればそれは偶然性にもなり得ます。なのでポイントは類似性の時と同じように相手の情報を引き出すこと。偶然というのはたまたま起こるものではなく、偶然の要素をいかに見つけられるかが肝であるといったところです。あるいは嘘を使って偶然性を演出することもできます。例えば相手から LINE が来た時に、たまたま今俺も LINE を送ろうと打ってるとこだったんだけどとか、今日カムロ君夢に出てきたと言われたら、ガチ今日カムコ夢に出てきたんだけどとか、誰も傷つけもしない嘘です。このように偶然性を強調すると一気に運命感が出ます。それでは3つ目、希少性。運命の人は希少性が高いからこそ運命なわけです。逆に運命の人なる人が満単位でいたら、それって果たして運命の人なの状態になってしまいます。なので類似性と偶然性を演出できたら希少性を演出していきます。この希少性の演出は実は簡単です。例えば初対面でこんなに楽しいの初めてだわ、今までで一番気が合う、こんなこと誰かに言うのカムコちゃんだけだよなど、いわゆる特別扱い。あるいは希少性ワードで装飾する。例えば誰にも言ってないんだけど、一番、いつもは違うんだけど、特別ね、いつもはしない、他にはしない、君だから、君にしか、初めて、誰にも言わないでね、秘密な、などなど。このような特別扱いな希少性ワードは間接的に好意を伝えることにもなるので、好意の偏方性などにも効いてきます。というわけでここまで3つの要素を見てきましたが、これらの要素が重なるとどうなるか。共通点や似ている部分がたくさんあって、いろんな偶然が2人に重なって、特別で希少な扱いや存在、そう運命の人です。ちなみに絶対にこの順番である必要はありませんが、最初に類似性の演出で警戒を解く、距離を縮める、ラポールを築くなど、ゼロをプラスにして、次に偶然性の演出でさらに強い一致感や好意を獲得していき、その上で希少性の演出をすると刺さりやすかったりするので、そこら辺の順番も意識するといい感じです。というわけでこの人はなんか特別かも、なんか運命を感じると感じさせる3要素を使いこなして、運命的な思い込みを作り出すことができるようになると、一気に女の子を落とすのがイージーモードになるので、ぜひ参考にしてみてください。またこの人じゃなきゃダメ、追いかけたい、絶対に付き合いたいと思われてしまう希少性の高い男になるためには、ということについて詳しく解説した動画もあるので、そちらもぜひ参考にしてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。
狙った子を落とせるようになりたい。友達関係から恋愛関係に発展させたい。最初から恋愛対象に入れるようになりたい。恋愛関係、男女の関係に発展するかどうかを左右する重要な要素があります。これを満たすことができれば、一気に恋愛関係へと進めることができるし、つまずいてしまえば恋愛対象外になったり、友達の周りから抜け出せなかったり、他の人に取られてしまったり、いずれにせよ今回紹介するある法則を意識するだけでも一気に結果が変わってくるものとなります。